はい、どうもバルーンの城です。今日はですね、これです。キノコを作っていきます。で、使う風船は4本ですね、ブラッシュと白で、赤は別の色でも大丈夫です。赤2本ですね、計4本で作っていって、この可愛いちょっと模様のキノコを作っていきます。ということで、秋シーズンなので、ちょっといろんな食べ物とか、まあ、秋の動物とかをちょっとこの9月は重点的に攻めたいと思います。で、一番最初はキノコですね。まあ、キノコっていろんな作り方があるんですけど、まあ、結構模様が可愛いかなと思ってですね、深夜に編み出しましたちょっと夜中にですね、秋何があるかなと思って、まあ、食べ物とかキノコとか、キノコの食べ物がまあ、いろんなものをちょっと作っていったんですけど、まあ、一番最初はやっぱキノコかなと思います。まあ、キノコ結構子供たちにもですね、いろんな色でカラフルで作ると結構人気なので、ぜひぜひマスターしてみてください。それでは作っていきましょう。はい、それでは作っていきます。白を膨らませます。2回ぐらいで十分です。レッドポンプ2回ぐらいの35センチとか、もう35センチあれば十分使えるかなって感じですね。はい、そうしましたら、3、4センチ、まあ、3センチぐらいのバブルを作っていくんですけど、これをですね、ひねる回数を10回ぐらい、今2回ぐらい僕ひねってるんで、3、4、5、6、7、8、9、10っていう10回ひねるのを合計6個作っていきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、このボールとボールの間の隙間を多く残すためにちょっと10回ほどひねりますね。ただ口巻きと最後のやつを合わせて、これポンデリングみたいな6個の丸を作って、ここいらないので切ります。で、またキノコをたくさん作るときは使えるので、まあ、この辺から切って取っといてもありかなと思いますね。一回中を口巻き通して切って、これはまた後で使うときは使います。まあ、今回1個作るときにはこれだけしか使わないので、切れ端とかでもいいかなと思いますね。で、結んでこの6個を作りますね。で、間10回ひねって余裕がある感じで、はい、で、次に赤を膨らませます。赤もですね、だいたい35センチから40センチとか50センチぐらいあれば十分です。はい、これはですね、だいたい5センチぐらいですね。5センチのバブルをさっきのこれと同じように、6個作っていくんですけど、間のひねりは、10回じゃなくて大丈夫です。通常通りで3、1、2、3、1、2、3、1、2、3、1、2、3、1、2、3。はい、ってことで、まあ、6個作りました。で、これ間普通ですね。これもこのパーツしかいらないので、切って2個目作るときに残しておいても大丈夫です。はい、ってことで、このパーツを2つ、これですね、これとこれを作ります。で、次の本体の部分ですね、ブラッシュを、まあ、これも35センチとか、まあ、そのくらいあれば全然大丈夫です。これもまたちょっとしか使わないので、残ったやつ後で使ってもいいですね。次、赤、これをだいたいですね、55センチぐらい、レッドポンプ3プッシュぐらいかな。で、これを、ブラッシュとつなげます。はい、ただ赤を5センチぐらい、5センチ、4センチ、5センチぐらいのイメージで作って、
まあ、ちょっと柔めに作るか、ひねり目をちょっと多くひねります。まあ、10回ぐらいひねっといて、そしたらピンチツイストみたいな感じでするんですけど、こうピンチ柔らかめに膨らませてるんで、ここがまん丸の状態になります。まん丸こうね、うん、丸の状態で、ここ口巻きを引っ張って、この間を通してぐるんって回して、間をまた通す。要はこれが戻らないようにするんですね、さっきの口巻きの絡み方で。はい、では次に進めます。次ブラッシュを3センチ作って、次3センチをまた2つ作って、あとの2つはピンチツイストして2つともですね固定してます。3センチと3センチピンチ、3センチピンチっていう感じですね。3センチ3センチピンチツイスト、3センチピンチツイスト。はい、ただ、白いこのボール、これをですね通していきます。で、まあ、ほどけないように注意してください。でも、まあ、10回ひねってるんでほどけないと思います。はい、赤も通していきます。はい、こう通したらですね、次この赤を使っていくんですけど、3センチの丸を3つ作って、3つの最後をこのピンチに絡めるっていうやり方ですね。まあ、ちょっと1回やってみましょう。3センチを3つ作ります。1、2、3と作ります。で、これをまたいでここのピンチに持ってくる。ピンチをこう内側からひねってあげた方がいいですね。で、ひねるときに引っ掛けるぐらいでいいですよ。こう引っ掛けていく、こうですね。今1回グッて引っ掛けました。これをね2周とかしちゃうと割れちゃうかもしれないので、これぐらいでいいです。はい、で、ここができたらですね、また同じように3センチ3センチ3センチを作って、はい、また上に戻ります。その時にこのひねり目をこの最後大きく作った赤の6個の丸のここに合わせるように、ここにこそこ合わせるようにして上に戻る。はい、で、また同じように繰り返します。3センチを3つで引っ掛けて、下に引っ掛ける、同じように333作って、で、こう引っ掛けて上に戻す。全部やっていきます。333。で、これ赤ギリギリなので足りなかったらもう一本使ってください。で、はい、じゃあ全部できました。で、最後これは切ります。ハサミで切ったりしてください。はい、で、最後仕上げとしてですね、このボールを外側にこう出します。こうね、思いっきりこう外側に引っ張ります。引っ張ります。間に入れ込みながら外側に引っ張る。はい、で、ここのボールのさっき中心に集めたところの3センチのボールは中に押し込んでいきます。ね、はい、で、このキノコの棒のところはいい高さで切ります。よいしょ。これまた残りでもう1個ぐらい作れますね。で、最後白いボールをですね、最後の仕上げとして、表に出していきます。こうですね。さっき10回ひねったのは、さっき通すときにほどけないやり方と、こう表に出すときにここの隙間が多かった方が表に出やすいので、まあ、10回ひねったんですけど、まあ、3回でもいいかなとは思うんですけどね。お任せします。
はい、ってことでこれでこう曲げたりしてキノコの完成です。結構模様がね可愛いかとは思います。はい、ってことでいかがだったでしょうか。まあコツというかまとめ的な話としては、ボール10回ひねる、途中で話したかもしれませんけど、10回ひねるときに、まあ10回じゃなくてもいいかなと思うんですが、このブラッシュを通すときと、まあここから出すときに、10回ひねってた方が楽かなと思うんで、まあ10回ひねりましょうって話でした。で、こういう機能がアレンジがいろいろあって、例えばこのひねりを戻してしまうとかですね、ここをですね、戻す、なくしてしまってラインを作るとか、まああとはここにピンチツイストね、入れてみるとか、まあいろんなアレンジができると思いますけど、まあとりあえずこれが個人的に可愛いかなと思うので、これで今日は紹介させていただきました。まあ本当にアレンジは応用、いろんなものを聞くので、いろんな模様とかいろんなものに試してみてください。ってことで本日もありがとうございました。まあ、動画が参考になったとか今後も見たいって方はチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。あとジョー TV で SNS 上げてください。ちょっと最近インスタグラムのチェック忘れてて、インスタグラムに載せてる方がいらっしゃったので、随時コメントを返信していきます。で、またメンバーシップ動画に関しては、週1で更新していこうと考えてますので、もし興味ある方は概要欄から見てください。ということでありがとうございました。また。